ラビ島から来た要人の警護か。大抜擢だね。ああ、これを果たせば私の名がラビ島に届くだろう。ようやく故郷に顔向けできるよ。必ず私は講師を守り抜いてみせる。これまで磨いてきた射撃の腕とこの銃で。魔物の匂い、この狙撃鏡でも捉えられないような場所から届くとは、どれほどの数か。講師に何かあれば、私を信じて送り出してくれた人たちを裏切ることになる。ならば万一守りきれずとも、この場で散れば故郷に汚名は届くまい。すまない、クムユ・ククル。そう、もう会えないかもしれないな。さあ来い、この銃の射程に入ったものから撃ち抜いてやる。これはソーンの魔導矢。一体どこから。ソーン、君はこれほどの力が。この狙撃鏡よりもはるか遠くを見渡し、敵を捕らえることができるとは。怖がりの君は本当の力を私にさえ隠していたということか。滑稽だな私は。確かにこの数で攻められれば私になすすべはないだろうさ。だから来てくれたのだろう、ソーン。本当に凄まじいな。これが君の言っていた化け物の力。ソーンの狙いがそれた。私を見たのか、読んだのか、私の唇を。待ってくれ、ソーン。違う、私はそんなつもりじゃ。魔物が射程に入ったか。守りを放棄するわけには。クソ、
私がついて焦るな。後悔必ず来る。君たちの我が銃弾誤たず敵を祈る余裕は与えん。エメラルブリッド努力の才能を超えることはできないのか。タッタッ我が銃弾誤たず敵を奪つ。祈る余裕は与えん。エメラルブリッド除去終了。大事な友を傷つけたことに変わりはない。繊細なあの子が化け物と呼ばれることをどんなに恐れていたか分かっていたのに、あんなことを口にした。きっと私の醜い嫉妬心があの言葉を選ばせたんだ。君が化け物と呼ばれるなら、私は同じ化け物でありたい。それが親友というものだ。でも私は恐ろしいんだよ。君の前に立った時、私は本当に化け物たる力を持てているのか。君にすまないと思う一方で、自分を守るために逃げ続けている。こんな卑怯な人間が君ともう一度友になりたいなどと。おはよう、シルバネ。おはようですよ、シルバ姉ちゃん。おはよう、二人とも。ん？どうしたんだ、ククル。私の顔に何かついているかな。クム坊、姉ちゃんの言いたいことわかるよね。むむむ、多分同じこと思ってると思うですよ。え？シルバネ、元気ないでしょ。ですよ、顔色あんま良くないです。もう、また私たちに隠れて無理したんだ。ごまかされないんだからね。え？いや、そんなことは。本当です？本当の本当に無理してねえですか？本当だよ、してない。ってことはますますダメじゃん。自分でも疲れてるのを意識してないってことでしょ。はわわわわわわ、そうかもしれねえです。これはシルバ姉にうちで休んでもらわなきゃ。そうです、シルバ姉ちゃん、お母ちゃんの美味しいご飯食べてぐっすり寝て、そんで疲れてるのとか全部直しちまうですよ。そうそう、疲れてると考えも悪い方へ向かうし、いいことないもんねえ。ありがとう、ククル、クムユ。そういえばソーンにこの二人を紹介すると、私が怯えたままではもう二度とソーンとの約束を果たすことはできない。向き合うべきことから逃げるのをやめなくては。シルバネー？すまない、心配かけたな。シルバ姉ちゃんは家族です。だから心配すんのは当然ですよ。ありがとう、その言葉が本当に嬉しい。その気持ちに今回だけは
甘えてもいいだろうか。もう水臭いな、シルバネーは。今回だけと言わず、今後ともドーンと甘えちゃってよ。クムユも役に立てるですかね。頑張るですよ。ああ、もちろんだと思う。むしろクムユの力がなくては困る。お邪魔します。たった今。ただいまですよ、お父ちゃん、お母ちゃん。おお、三人ともよく帰ってきたな。顔をよく見せてくれ。怪我もしてないみたいだね。うん、元気に帰ってきてくれて嬉しいよ、お母ちゃん。親方さん、実は折り入って頼みたいことがあるんです。お前さんが改まってってことは狙撃銃絡みってことだな。はい、私は十天衆の一人であるソーンとの勝負に挑みます。彼女との戦いとなれば、私は今ある銃の力ではなく銃以上を引き出さなくてはならない。そのための銃を、それ以外の装備を親方さんたちにお願いしたいんです。シルバー。はい。今お前さんが使ってるその狙撃銃、それもお前さん専用にククスケが設計したもんだ。だな、ククスケ。うん、今の銃はメンテナンスの手間とかも計算して作ったものだから、これ以上となればどこかを犠牲にしなくちゃダメかもしれない。重さとか。それでも構わない。たった一回でもいい。ソーンに勝てるのなら。シルバ姉ちゃん。十天衆を仕留めたという名声が欲しいわけじゃないんです。私は、私の犯した罪を清算して、失ったものを取り戻したい。だから、皆まで言わなくていいんだよ、シルバー。その間、一度だってあんたはわがままを言ったりなんてしなかった。これが初めてだよ。まったくだ。たく、親代わりとしちゃ、ちょいと寂しいくらいだぜ。お前さんがどんだけ真面目な子か、俺たちはよーく知ってる。その分思い詰めちまうからよ。そこだけ心配だったが、大丈夫みてえだな。親方さん、取り戻したいもんがあるんだろ。しっかり掴んで持って帰っておいで。おかみさん。よし、そうと決まれば早速図面を引かなくちゃ。さっきはああ言ったけど、あたしだって前より腕が上がってるんだって。それに今アイデア浮かんだんだよね。銃がこれ以上いじれないなら弾をいじってみるのもいいなって。弾ですか？そしたらそれクムユも作るの手伝えるですよ。クムユだって火薬調合師として頑張ってきたですから。よし、そんじゃあ一丁やったろうぜ。ちょっと
方針を伸ばして。おいククスケ、そいつはちょいと重さのバランスがよろしくねえぞ。狙撃鏡のことも考えるとよ。そっか、ぐぬぬぬぬぬ、あ、こっちよっか。では、狙撃の訓練に行ってきます。裏山をお借りしますね。ああ、ちょいとお待ち。今お弁当できるから持って行きな。急いでね。弾丸を打ち出すときにシルバネーの魔力を付与できれば合点です。だったら火薬に触媒を混ぜて、どのくらいの塩梅がいいですかね。シルバ姉ちゃんに試してもらわないと。さあシルバネー、こいつを試してみて。こっちがこの銃専用の弾丸です。さて死者と行くか。裏山に行くぞ。はい。これは本当にすごい銃だな。へへーん、お父ちゃんと私とクムユが全力で作った狙撃銃だからね。工房の技術全部ぶっ込んだです。そんじょそこらの銃とは比べ物にならねえはずですよ。はい、これ銃だけ特別ってんじゃ締まりが悪いからね。これは暑さ寒さに強くてちょっとやそっとじゃ傷まない布で作ってみたんだよ。きっとあんたを守ってくれるはずさ。受け取っておくれ。おかみさん、ありがとうございます。シルバネ、来たとこ見せてよね。どうだろうか。シルバ姉ちゃん似合ってるです。お母ちゃんにはかなわないな。シルバ姉すっごく似合ってるよ。親方さん、おかみさん、ククル、クムユ、本当にありがとう。私は幸せ者だ。そう、この暖かな場所に君がいてくれればどんな想像だけで終わらせはしない。私は今度こそ君を迎えに行く。必ず。私は高みへ行ける。